第11戦ハンガリーグランプリを迎えると、すでにシーズンの大勢は消していた。マンセルが初タイトルに王手をかけ、セナにはなすすべがなかった。セナは3番グリッドからスタート。チャンピオンへのプレッシャーからか、いつものキレがないマンセルをスタートでかわし、パトレーゼに続き2番手で1コーナーに飛び込んだ。